なんだ。どうやって、どうやんだっけ。OK。こんにちは、赤大好きと元群馬ちゃん大好き姫がお送りするエアマルチマッタリマインクラフト。撮影日は7月11日3時19分です。これ今俺解除したのになんだ、もう一回押してたんだ。イヤホンの方、新しいのを買いました。オーディオテクニカさんのね、イヤホン。ただ使いづらいな。普段は、右耳をつけて左耳を若干外しながら撮影しているんだけどね。じゃないと完全に自分の声が聞こえてしまって逆に喋りづらいみたいな、反響してくる自分の声が喋りづらいみたいな感じがあったんですが、あったんですが、外そうとすると完全に外れてしまって喋りづらい。あと音量も微妙に変わりまして、17だったのが今10で良くなっておりますが、ちっちゃいか、ややでも大きく聞こえるんだよな。音質はまあ音質といっても性質が違うんで、あれすごい声が返ってくるぞ、気のせいか。性質っていうのはまあもともとラディウスっていう、イヤホンを使っていたんですが、それが壊れてしまい、なんかよくわからない目くわせちゃったんだけどね、Amazon のセールで安かったからっていう買ったね。だけどよく名前も分かっていないやつを一時的にとはいえ使っていたんです。それはそのイヤホンに関してはオーディオテクニカの劣化版って感じかな。ただオーディオテクニカとオーディオテクニカ ATH の、なんだっけ、 CKR9 とかそんな感じだった気がするんですけど、そうだね、 CKR9 だね。赤いのがあったね、入れぞ対応って。買って届いてきた瞬間うーわって思ったんだけど、箱すごい傷だらけになるこれ新品なんだ、へーっつって、このお店ではこれを新品として扱ってるんだ、なるほど、そうですか、そうですかと。これを新品として扱うのであれば、さぞ他の製品、商品とかも同じようなね、質なんだろうなと。下新品で売ってるんだから、これ Amazon で。あれ声が返ってくるな、なんでだろう、エコーかかってるのかな。さみたいな感じで喋った後の微妙な息の漏れっていうか、そういうのが返ってくる。よいしょ。まあね、今日一日使ってみた結果、慣れたかな。オーディオテクニカの方にね。そもそもラディウス、そもそもが違う。今日は朝起きて11時ぐらいかな。アラームで起きてね、あれちょっと体調悪いなと思って、もうちょい寝ようっつって寝てたら、おばあちゃんに起こされて、えっと思って、時間1時過ぎてるわと思って、あ間に合わないじゃんっつって、パッて起きたらフラーってして、頭がっつって、頭がなんかツンツンツンみたいな感じになるし、ちょっとなんか熱っぽいし、フラフラする、これ熱中症じゃねえかと思って、頭痛的なものとめまいと、
まあ、めまいはバッと起きたからかもしれないけど、うん、つらたーんと思って、うん、これつらいなと思って、薬一応なんか頭痛薬とか風邪薬的なのはあるけど、どうしよう、どれと思えばいいんだろうと思って、うん、調べたら熱中症に薬 NG って書いてあって、うわっとっつって、マジかーっつって、これ我慢しながら行かなくちゃいけないの仕事をと思って、やばいな、辛いなと思って、うん、もともとじゃないな、前に友達ん家でバーベキューするってなって、庭でバーベキューした時も同じような感じで、あれすごい暑い、なんでこんな暑いんだろうとつって、うん、熱っぽい感じあるしなつって、なんかちょっと気持ち悪いなつって、うん、汗もベトベトするしな、うん、気持ち悪いな、せめて汗だけでもと思って、うん、シャワー浴びたいわって言ってたら、うん、熱っつって、熱中症じゃないって言われたんだけど、わかんない、熱中症なんてことないからつって、うん、とりあえずシャワー浴びたいかなつって、いいよ浴びてきなよって言われてぬるま湯のシャワーを浴びてる、うん、そしたらだいぶ楽になって、それだけでも、うん、肌が異様に冷たくなってて、それも原因だったんだと思うんだけど、そう、今日も同じような感じだった、うん、つらーってなって、ちょ、あ、リセットしちゃった、動いてないと思って、動いてないと思ってスタートって押したらリセットしちゃった、どうしようのね、そう、起きてトライっつって電話して、うん、でシャワー浴びようっつって浴びてね、水、 お湯、ぬるま湯なんだけど、かぶった瞬間こうブル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 っつって、縛りングっていうかさすごい寒くても体が冷え切った時にお風呂入った時のこのゾワ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 っていう感じと、ちょっとブル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 っていうあの感じ、起きてあったけーっつって、なんでこんな俺の肌こんな冷たくなってんだよマジ、もうつって、エアコン使ってわけじゃないのにもうってなりながらね、ほんと不便新陳代謝がいいのか悪いのか、いや悪いわ、血圧も高いんだか低いんだか分かったもんじゃねえ健康診断の時のあの血圧の時、間違いなく俺は毎回3回ぐらい測る、うん、で3回目、うん、血圧落ち着いてきましたね、大丈夫ですねって言われるんだけど、うん、それは血圧が高いっていうより、ただ単にあのギューッと抑えられるのが嫌なんだけど、うん、別に変な力を入れてるってわけでもないんだけどさ、うん、嫌だなーって思いつつ、うん、ね、まあ、電話して休みますっつって、うん、そしたらまずイヤホンが届いて、オーディオテクニクス、おっ、よし来た、うん、まあ、うん、YouTube、 あ、まあ、動画編集して YouTube でも見ながらびっくりしたよかなって思って、パッて箱をまずね、オーディオテクニックじゃなくて Amazon の箱をバッて開けた瞬間、はっ、ってなって、おい冗談だろおい、これなんだよつって、ええー、と思って、一応レビュー調べたの、レビューってか、うん、買ったやつ、あれ俺新品頼んだよなつって、中古かと思って調べたんだけど、あれ新品か中古かわかんねえなと思って、書いてねえなと思って、うん、あれれと思ったんだけど、ふとパッケージの裏見たらバーコード貼ってて新品って書いてあって、おい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 と、これ新品かいと思って、うん、調べる最中にこうレビューの方もちょっと見てみたんだよね、うん、もしかしたらと思って、新品は新品かもしれないけど、もしかしたらそれね、そういうこのお店はそういうものを扱っているため、
私は二度と買いませんみたいなレビューがあるかもしれないからさ、商品自体はいいのにこのお店で買ったがために嫌な思いをしたので、私はこのお店で今後一切のものを買いません、なるわけじゃん結局。うん、それなのにそういう粗悪品を扱う人がいるのに意味が分からない。確かにその1回は売れるで、それ以降売れることはなくなるわけじゃん。結局信頼関係的なもんあるわけだからさ、うん、売る側と買う側の信頼関係というものがあるじゃん。ネットにおいてはそれが絶対なわけじゃん、うん、むしろネットの方がそういうのを気に使わなくちゃいけないはずなのにさ、うん、ビビったる傷でさえ文句を言う人もいるわけだからさ、うん、ほんとなんか発酵がうっすら見えない範囲でちょっと傷がスッて、傷っていうかむしろ跡がついている程度、うん、あの商品の箱じゃなくてアマゾンの方の箱ね。たまにへっこんでるときある日、うん、まあ別にいいじゃん、その程度。ペッコペッコペッコペコではないけど、無数の傷とやや箱のパッケージの部分、縁の部分がややめくれているみたいな状態、うん、これはもうさアウトじゃん、さすがに。ちょっと一箇所だけ傷が、なんかちょっとたまたま見てたら、うん、パッケージ見たらたまたま傷見つけた程度ならちっちゃいね、1ミリにも満たない程度の傷、ね、だったらいいじゃん。違うから、うん、10センチ20センチ、猫に引っかかれたかなって、猫に引っかかれてワンちゃんなんか小動物に噛まれて持ってかれたんじゃないかなって。いっぱいなへっこんだ傷もあれば、吸ったようなさ、サッてサッサッサッってなってるしさ、いろいろついてる、何これと。どんな保管状況をしたらこうなるのかがわからないんで、俺は新品がさ、うん、新品って言うけど、うん、なんなら箱を開けようとして開かないなーっつって、うん、ちょなんかすごい開けづらいんだよね箱で、開けた結果何この傷って、これ絶対新品じゃないだろうっていう傷なんだけど、こうなんだろう、こういう開き方がするやつじゃなくてさ、なんだろう、大きい箱がさ、まあ、この下のチェストの下の部分、大きい箱があって、そのこれを今画面に向かってやってたけど、この上の部分をこことこことここをこうグッてつまんで上にスッて上げるとシュッて開くやつ、うん、あるじゃん、大きい箱がちっちゃい箱を覆い、おい蓋みたい、蓋なんて言ったらいいんだろうな、これどうやって説明したらいいんだろうな、マトリョーシカ、うん、大きい箱の中にちっちゃい箱入ってるみたいな、そういうマトリョーシカではないんだけど、そこまでのマトリョーシカではないんだけど、まあ大体分かるよね、こういう空白の箱があって、ここにスッて入ってるやつ。で、こう持ち上げてスポッて出てきて蓋が開くやつ。そうそう。今ので分かっていただけたんじゃないだろうか。うん。でね、そういう感じのでありまして、うん。そういう感じで、開けるためにはさ、こことこ
こう持ってふすって上に上げればいいのにさ、明らかここら辺爪でグググググってやった跡があるの。開け方わからなくてグググググってやったような跡が、うん、まあ実際俺もそこをこことここ持って上引っ張ろうとしたけど、なんか空気圧的な、うん、うん、真空状態になってるみたいな感じで吸い付いちゃって、開かねえじゃんこれってなって、傷だらけの上に開かないってどういうこと、この発酵とも中入ってないんじゃないかなと思って、レビュー見て怖くなったのが偽物ですよねみたいな書いてあって、うん、偽物送られてきましたみたいな、マジかっつって、偽物と本物の区別つかねえよ俺と思って、これが偽物の写真ですってあったけど、これ何が違うのかなっていう状態で、うん、そう、わかんなかった、うん、偽物って何っていう状況、本物だけどあれかな、オーディオテクナテクナテクニオーディオセオーディオテクニカファンの人っていうか信者っていうかさ、超使ってるっていう人がいてさ、いやこのイヤホン音質悪すぎるわっつって、こんなのオーディオテクニカじゃない、認めない、これは偽物だみたいな、そういう感じだったらいいんだけどさ、よくあんないけどさ、まあまあまあ、まあ、完全な偽物よりはいいじゃん。そういうことも頭を酔いつつ、開かないと最悪だなつって、でなんとか上の蓋をプンって振ってスンって出てきて、それを下のスンって引っ張って、よし OK っつって開けて、天才、マジ天才、遠心力、これ遠心力でーすつって開けて、開けて側面見たらそういう爪痕でグググググって跡見つけて、うわーってなって、なんでこういうことする、これ新品かっつって、完全中古じゃんっつって、何これっつって、なんでこれ、嘘じゃんっつって、これ新品、何が新品なのって、箱が新品じゃないし、開けた後でしょ、仮に開けるだけ開けて、うん、一切使ってないですっていう人がいたとしよう、いないからそんな人そうそういないから、うん、一回は使ってるじゃん、一回使ってる、それを、あ、まあ中古っていうのもあれか、あれかもしれんけど、でも買い取るときさ、それ中古になるじゃん、この箱の状態で買い取って、それを新品として買い取っているんだとしたら超いい店で、うん、ただそれを新品としてまた売っちゃうってなると、それは超超いいってなるけど、うん、まあ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 、言ってもこれ確かにボロボロだけど、これ1回だけ使って売ったとき、あの人あそこの店、うん、2、3回とかそんぐらいだとちゃんと新品で買い取ってくれるからなっつって、うーん、まあいっかーってなるかもしれないけど、知らない人からすればそれは無理だよってか、そういう店じゃないと思うし、そんな店ないし、そもそもそれは有料店とは言わない、サイダー、レビューで1つける、いいかな、いいだったな、うん、別にイヤホンの音質とかは別にそこまで気になるものじゃないし、偽物だどうだ騒いでる人はいるけど、うん、俺はその偽物だどうだを判断できるレビューはないし、うん、そもそもなんで比べなきゃわかんないじゃん、本物と比べてみないとさ、わかんないじゃん、そんな、うん、その偽物とかなんとか言ってる人たちもただ単にその傷があるだけで、それを傷があって変形してしまっている、それを
ここがこうだから偽物なんじゃないかとか言ってるだけかもしれないから、わかんないじゃん、うん、音質だって今まで違うメーカーのイヤホンを使ってたからさ、比べようがないんだよ。ラディウスはクリアな感じ、クリア系に力を入れてやる感じ。オーディオテクニカのこのイヤホンは基本全体的なバランス、パラメータはいいとしてみて、そう、こういうなんかパラメータあって、ターン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 みたいな、こう伸びてたとするじゃん。超わかりづらいなこれ。このパラメータ、このパラメータのグラフすごくわかりづらいな。音質、クリア、シャープシャープ、重低音、音質、クリア、重低音、音量、まあみたいな、大体でいいでしょ。した方が分かりやすいか。うん。音質、2個しかないけど、音質、クリア、音量はまあでクリア、これがラディウスのパラメータ、大体ラディウスのパラメータだとして、これがオーディオテクニカみたいな、うん、全体的な、すごい今比べるやつが少なかったからパンパンって分かれちゃったけど、実際聞いた感じ、使ってる感じ、もうちょいオーディオテクニカの方が万能な感じ、うん、ラディウスはどっちかっていうと安いイヤホンだけど、そういうなんだろう、クリアな感じにして、ノイズであったり重低音だったりっていう、そういうのをなくして、うん、音質自体こうなんだろう、クリアな、うん、透明感ある音を出すことによって、音質をよく聞こえているように思わせている、そんなような感じかな、うん、実際はそこまでじゃないかもしれない。ただ俺は、うん、ラディウスは結構いい感じだった。長年使ってたっていうのは、まあ1年中か使ってたっていうあれもあるけど、うん、慣れ的なね。そうだから、違うのを使った瞬間の、何この音っていう、そういう感はあるよね。実際オーディオテクニカを最初使った時、わすげえ曇りだな今日つって音天気予報、今日曇りだなつって、やべえなこの曇り具合って、もう一個の方はもう曇りは曇りだ、もうちょい濃い曇り、うん、暗雲立ち込めるぐらいの勢いの曇りだった。オーディオテクニカのそれは曇ってるように感じたんだけど、よく聞いてみると曇ってるってよりは、うん、重低音がしっかりしてるっていう感じだったんだよね。間に使ってた名前のわからないやつは曇ってる、重低音がっていう感じじゃないんで、うん、なんだろう、重低音もちゃんと聞こえる力強くっていうか、なんだろう、しっかりしてる、輪郭っていう、うん、音の輪郭がどうのこうのっていう言葉遣いっていうか、そういう単語を聞くことはあるけど、どういう状況って思ってたけど、今喋ってて、そうか、これが輪郭かって思った。うん、そうね、なんだろう、曇りっていうよりはぼやけてて、うん、霧がかってぼやけてる感じが、曇
雲みたいにどっからどこが境界だかわかんないみたいな、うん、ただオーディオテクニカはしっかりこうなんだろう、クリアと重低音の間にしっかり境目がある感じ、イメージとしては、うん、そう、ラディウスはラディウスでも重低音をカットすることによって、うん、っていう感じかな。そうだからソニーのマイク、これずっとエレクトリックコンデンサーマイク、ソニーのちっちゃいやつね、うん、使ってるんですけど、これがいい理由としてはクリアなんだよね。音がクリアだとね、すごく綺麗に聞こえるんだよね。うん。その代わり重低音が弱かったりするから、もご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 ってなっていう風に聞こえるのかもしれない。うん。だからどっちかっていうと、俺はクリアな音のマイク、音がクリアに聞こえるマイクっていうよりも、重低音をもうちょいしっかりくっきり聞こえるマイクというものを選んだ方がいいのかもしれないね。うん。そうね。音質動向よりは。うん。基本的な音質は微妙ですが、重低音の輪郭、くり抜く技術に関してっていうと、かなりのハイスペックなマイクです。しかも、さほど高くない。そういうマイクがいいね。うん、やっぱ指向性のマイク。で、普通のカラオケとかで使うような感じのマイク。まああれはあれで結構顔面に近すぎない人だから、そういう系のマイクを買うとなるとアームも買わなくちゃいけなくなるんだけどね。アームでしっかり固定しておくタイプ、あるいはなんか自作で、うん、野球のヘルメットっていうか、キャッチャーのマスクみたいな、キャッチャーマスクみたいな感じのに雰囲気としてはね、そういうなんかフロント部分が網網になってるけど、あの網網をなんだろう、もっとわかりやすく言うとあれだな、芸人がさ、ジェットコースターとか乗るときにさ、ヘルメットつけてそこにカメラつけてみたいな感じでやってるじゃん。あれをヘルメットつけて、あそこのカメラじゃなくてあれをマイクにした感じにすればいい感じになりそうだ。うん。そういう感じのにしてもいいし、まあ、マイクも変えた方がいいよなっていうのを、イヤホンをここ最近で変えることになっておはようございます。これも何かのきっかけなのかもしれない。断線してたの。うん。イヤホンを変えるとこんだけ音の世界変わるんだぜっていう、音の神様が僕に言ってくれてるのかもしれない。君はそれでいいのかいっつって、うん、音の世界、君はそれでいいのかい、そこまだ入り口じゃないぜっつって叩いてみなよそのドアをみたいな感じでガチャっつって開けてくれたのかもしれない。ここが音の世界だっつって超かっこいいな音の神様超かっこいいな、うん、さあ感じてくらん音の世界をっつって、僕の世界をっつって、うん、ここが僕らのいる世界だよっつって、うん、そして本来君がいるべき世界だと言わんばかり、してくれたね。イヤホン次第でもちろんね、このパソコンにはこういう音量の変更とかさ、スマホにもあるけどさ、
結局のところさ、そこで変えればいいかもしれないけど、俺の時だけそれを変えた結果、他の人が うざくなる。で、他の人の動画を見た後に俺の動画を見るとすごくちっちゃいってなってくるとさ、それがもう懸念材料になっちゃって、うん、見るのめんどくさってなっちゃうと思うんだよ、うん、ましてや初めて見に来た人とかもさ、とちっちゃってなんでそんなちっちゃいのつってなっちゃうもんね。実際あのちっちゃい理由としてはマイクどうのこうの以前に、イヤホンどうのこうの以前に、音量機器がどうこう以前にね、うん、実家なのであまり大きい声が出せないというのが一番の原因ではあるのだけれども、解決できるなら例えばマイクイヤホンを変えるだけです。こんだけ音質音量変わる、もちろんマイクを変えるだけでも変わるっていうのは知ってるんだけど、うん、実際ヘッドセットとかもさ、うん、PS3 の頃とかさ、うん、純正のを使ったけど音質がすごい悪いっていうのも知ってたし、変えたことによって音質だけじゃなくて音量がね、ちょっと大きめに聞こえるようになったり、このヘッドセットのこのマイクは音質はいいだけど音ちっちゃく聞こえるよねみたいなのもあるからさ、そうね、やっぱそういうの調べていきたいよね。せっかく音の神様がさ、おいでよって言ってるからさ、音の申し子に対して、うん、むしろ俺が音なんじゃないかな、音そのもの、うん、かもしれない、うん、さあおいでって、音よ我の音符、うん、音符くんかもしれない。俺が音符なのかもしれない、音符という名のおたまじゃくしなのかもしれない。まだまだ伸びしろがいっぱいあるんだぜって、そういうことなのかもしれない。まあね、うん、全然違うからね、イヤホン変えるだけで音量。もし、なんかウォークマンとかを買って純正のイヤホンで聞いてる人は、いないとは思うんだけど、うん。いたとしたら、それはね、まだそれはウォークマンの力発揮してない。うん。そうね。クリア系がいいならラディウスはおすすめだし、重低音系とかいろいろな広範囲でっていうならオーディオテクニカはおすすめだし、ラディウスはちなみに値段9900円、1万円切っております、アマゾンで。で、ハイレゾ対応、オーディオテクニカは12000円、でもう一回間にあったらなんかよくわかんないのは1万1000いくらかとか、そんぐらいだったら。それに関して言うとラディウスですら劣化版になっちゃうから、ラディウスの劣化版にすらなっちゃうから、その1万いくらそれはもう完全な外れ、うん、タイムセールで値段を下げられたやつってワンチャン外れなんじゃねえかっていうの思ってしまうような、うん、7月11日はプライムデイつって1年に1回の大売り出したみたいなニュースで、ニュースじゃねえよ、 CM でテレビつけたらやっててさ、おっとーと思って、これはと思って覗いてみて、うん、カメラと、まあ一応ミュージック部門的なのもちらっと見て、ミュージック部門は違うなと思って、ギターとかギターアンプとかさ、あとギターの線かとかだったから、いやこれは違うなと思って、思ってたの違うなと思って、イヤホンとかそういうんじゃないんだと思って、うん、イヤホンとかマイクとかそういうんだったらちょっと欲しいなと思ったんだけど、あそういうんじゃないんだと思って、うん、じゃあ違うなと思って、でカメラ部門見たらさ、 GoPro じゃないんだけど GoPro そっくりなやつがいっぱいあって、 Wearable カメラね、
あ、アクション、アクティビティカメラだっけ、なんだっけ、アクションカム、うん、いっぱい並んでてね、 4K とかあったけどさ、全然知らない名前のカメラなの、うん、それがもし会社名だとしたら俺は絶対買わないと思う。あ、でもどうなんだろうな、ビデオカメラならこの会社とかさ、デジタルカメラならこの会社とかさ、じゃないじゃん実際のところ。うん、ビデオカメラはわかんないけど、デジカメだったら俺はオリンパス、富士フィルム、とりあえずはね、うん、どっちか買っとけば間違いないと思って迷ったらどっちか買うみたいなところある、うん、デザイン富士フィルムは基本なんかレトロな感じでおしゃれだよね、ああいう感じいいなと思うんだけど、なんだかんで言ってオリンパス買っちゃうんだよね。それはそれで少々つまらなさもあるんだけど、でたまになんかそろそろ割といい感じに時も経ってきたしっつって、前にこの会社の使ってたいつだ、3年ぐらい前か、そろそろ改善されてるだろうと、うん、これだけ経ってなおカメラ業界にいるということはそれなりに買ってる人もいる、手を出しやすいっていうのもあるしね、うん、どこの会社っていうの言わないよあえて、うん、2、3個思い浮かんではいるんだけど、そう、あ、4つかね、まあでも結局のところその辺のその4つあるやつは入門編みたいなところがあるしな、うん、そう、結局なんか大きい顔したけどあいつら入門編なんだよな、あいつらっていうのも失礼な話だけど、うん、ソニーカシオ、ソニーカシオキャノン、あれ3つだ、あれもう1個どこ行った、もう1個どこ行った、ソニーかキャノンカシオ、ソニーカシオキャノン、まあ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 、そう、その辺ね、うん、でその上にいるのがオリンパス、富士フィルム、あとニコンか、うん、いやでもニコンもまあまあものにして、ものしてカメラ次第なところあるけど、うん、そう、ただそういった意味でまあニコンは幅広く売ってるからいいよね、オリンパスとか富士フィルムってなんだろう、もう独自のルートが完全にできちゃってるからね、バンこれっていう、そういうザッダンダンこれと新しいできたんだよ、そう、なんだろう、もう路線が決まってる人向けって感じだもんね、オリンパス、キャノン、カシオ、まあまあニコンもそうだけど、うん、だいたいその辺はオールラウンダーっていうか、うん、まだ路線が決まっていない人はこちらでどうですかって、で言いつつちゃんと絞り込みっていうか、うん、こういう方面もありますよっていうのもやってる感じはあるけど、うん、やっぱオールラウンドは違うんだよね、うん、まあオールラウンダーのやつは使ってみて、その後でね、うん、使ってみたけどもうちょいなんか暗い場面明るく撮りたいとか、明るい場面は明るい場面でいいんだけど、もうちょいなんかこの明るさの調整なんとかならんのかなって、ホワイトバランスが雑すぎるわって思うんだけどね、なんか照明蛍光灯とか、うん、太陽とかによってスマホとかでもさ変わるけど、画面一気に青くなったりオレンジっぽくなったりっていう、なんかそういうフィルターをかけて調整しようとするのは違うと思うんだよ、
パソオリンパスって結構ごつくてごついイメージ、ごつくてごついイメージ、がっしりして、ただなんだろう、写真はこうあざや、それでいてそうがっしりドサンって感じなんだけど、それでいてこうなんか繊細、繊細っていうほど繊細でもないんだけど鮮やかに撮ってくれる、パワフルな感じ、力技でねじ伏せるみたいな、富士フィルムも、オリンパスも似たような画質なイメージ、どちらも鮮やかに撮れるし、映したいなって思った感じでどっちも撮れるからどっちも好きなんだけど、富士フィルムの見た目は、レトロ系な感じで、まあパッと見弱々しく見えるんだけど、ちゃんと仕事をこなしてくれるみたいな、スマートな感じ、富士フィルムはスマートで、オリンパスはこう力強いみたいな、そんなイメージっていうか、もう完全見た目だなそれ。わーわー言ってるけど、結局完全な知ったかぶりボーイ、タレってなんだ、ザレ事ですよね、大して気にしなくていいです、なんなら気にしないどころか聞き流してもらって、参考にならないこと言ってるんでね。実際に参考にするべき俺なんかの言葉より、実際調べた方がいい、調べた上でいくつも何だろう、このカメラはこう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 っていうのをいろんなレビューとか見て調べていくうちに、全体像っていうのが大体浮き彫りになってくるからね、少数意見だけじゃなくて多数意見で大体絞り込めるから、そういうのを見た方がいいと思います。というわけで今回はここまでになります。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。質問コメントなどある方、下のコメント欄もしくは ask.fm までよろしくお願いします。以上、赤大好きトマト群馬ちゃん大好き姫がお送りいたしました。バイバイ。